イの今を届け、マハロハワイ。本日は春がお送りします。今日はロイヤルハワイアンセンターにあるアイランドヴィンテージコーヒーに来てます。この店の良いところを一つ言ってみてくれ。夜になると炎がつけられて雰囲気がすごくいい感じになります。それでは早速行ってみましょう。ハワイ在住のマハロガールズたちが日替わりでハワイのグルメをお届けする最新ハワイチャンネル、マハロハワイ。さて、店内に入ったらたくさんのベーグルたちがお出迎えしてくれるアイランドヴィンテージコーヒーさん。メニューはシンプルで見やすく安心して注文できます。今回注文したのはアサイボールとカフェモカ。日本でも有名なこちらのお店ですが、特にアサイボールはこちらの有名メニューなのでご紹介します。カフェモカもハワイ産純度 100% の粉コーヒーを使用している贅沢な一品です。いただきます。アサイボールを食べてみると、上には蜂蜜がかかっている分の甘さと、アサイとフルーツたちの甘さ、さらには酸味が交互に広がり、これをしっかり美味しい。有名なのも納得の味です。どんなフルーツが入ってるか教えてくれ。ストロベリーにブルーベリー、バナナ、いっぱい入ってます。そしてアサイスムージーとグラノーラが入っているんだな。それではコーヒーいただきたいと思います。そんなアサイボールを食べながら飲む本場の粉を使ったカフェモカというと、すぐに柔らかな酸味とすっきり爽やかな味わいが感じられ、甘めなアサイボールとよく合います。私そんなにコーヒーを飲まないんですけど、このカフェモカは全然飲めます。このアサイボールなんか結構食べに来たことあるんですけど、何回食べてもやっぱ美味しいですよ。これではエンドレスにどちらも楽しめてしまいますね。夕方に来るとハワイの音楽とか流れたり、ちょっと見えないけどフラダンスとかがやってるんですよ、そこで。全然フラダンスのイメージわかねえぞ。何度食べても本当におすすめなので、ぜひお試しください。ハワイの有名店から春がお届けしました。アロハ、ごちそうさまでした。いや、ほんと美味しかったです。なんて言うんですか、アサイボールもボリューミーでフルーツもたくさん乗ってて、でハワイって暑いじゃないですか。もうそれで中はもう冷たくてマッチしてて本当に美味しかったです。じゃあ次回お会いしましょう。アロハー、バイバーイ。